はい、そういもん。おはようございます。おはようございます。どうぞ。調子は。調子はすごくいいです。え、はい。うん、まあ、今何かの先行幕にできるということだね。はい。うん、今回も、もちろんそのつもりでいくわね。そうですね。うん、で、このメンバーに自分がよ、はい、この人ちょっと注意がないと思うような人おる？いや、まあみんな強いとは思うんですけど、うん、まあ地元ですし、いつも練習通り自分のやることやってかけれたら勝てるんじゃないかなとは思います、うん、今それから練習の調子なんかもええってこと？そうですね、まあ、劇的にこう何かが変わったとかではないんですけど、うん、まあ、まあ着実にちょっとずつレベルアップはできてると思うので、うん、まあ、そのやってることをしっかり競争で出せれば、まあ、後ろも藤原さんと近藤さん足もあってしっかりしてるんで、うん、まあ、まあまずは主導権取って、うん、あとはもうそうですね、一生懸命踏むだけかなとは思うんですけど、うん、まあ今のところ練習の調子もええと。そうですね、うん、体の調子もええと。いいです。そうだよね、はい、でこのコーチは今度は取っちゃうぞと思うちゅう？まあ末はまだあんまり自信がないんで、うん、まあうまくいけば、まあ、藤原さんとワンツーで僕はちょっと残れるかなって、最後ゴール回さされるかなという感じはあるんですけど、うん、他の選考屋にはもうまくらせるつもりはないぞって気持ちではいます。普段の選考を任せと。そうですね、バックは俺が行くぞと。そうですね、いう形があるわけよ。まあまずはそれをやって、うん、まあ展開とかあれもあるんで、選考できるかどうかはまあみんなしたいと思うんで、先行したい人は分からないんですけど、明日とかはまあどっちか言ったら相手もまくりタイプだと思うんで、うん、まあまあそこで僕がしっかり自分のペースというか落ち着いてかけれたらチャンスがあると思います、うん、本郷君らもまくりタイプだ。そうだっすね、そうだと思います。まああのね、総大君よ、この藤原君と2人が、はい、頑張ってもらわないかんですね、はい、高知の競輪場ということで、まあ、あの2人が、まあ、言ったら優勝候補の2人が、ね、走る前っていうね、はい、なんとかものにしてもらいたいね。そうですね、僕も今回、まあ、今季僕優勝後まで1回もないんで、うん、なんとか優勝して、まあ、ワンツーで古谷さん2着で、古谷さんの悔しい顔もちょっと見たいなとは思います、ね、はい、まあ多分サスキ満々でおると思うんで、うん、まあお互いが負けてたまるかという感じではおると思う、はい、まあどっちか、まあ岡田さんもおるんで、その高知の3人のうち誰かこう優勝できるような回戦になったらまあええかなとは思うんですけど、そうなるように頑張ります。まあ高知のね、あの競輪場のファンはね、はい、喜ばすような練習してもらおうで、はい、でなおかつ優勝してもらったら嬉しいけどね。そうですね、はい、しっかりこの3日間も頑張ってください。はい、はい、どうもありがとう。ありがとうございました。